霧島市、薩摩町境長野インターチェンジ付近北札トンネル。北札横断道路は、鹿児島県霧島市溝部町六にある、鹿児島空港から、道県薩摩郡薩摩町、出水市を経て、道県阿久根市、折口の南九州にしまわり、自動車道阿久根北 IC 付近に至る、予定の延長約 70km の地域港、規格道路である。 1994年12月16日計画路線に指定された。道路利用者へ向けた案内標識上の道路名は、北札横断道路、または国道504号と表記される。一般国道504号のバイパスとして建設される。野坂インターチェンジから、広橋 IC まで及び薩摩博也 IC から、高尾のインターチェンジまでの区間は、 自動車専用道路として共用されており、鹿児島空港付近から野坂インターチェンジまでの区間は自動車専用道路として、広瀬 IC から薩摩白也 IC 及び高尾のインターチェンジからアクネ市までは一般道路として建設されることが予定されている。霧島市の鹿児島空港を起点とし、薩摩町、出水市を通り、アクネ市までを結ぶ。 地域高規格道路として建設されている。2019年3月24日、現在、野坂インターチェンジから薩摩広橋 IC までの間、及び薩摩白屋 IC から高尾のインターチェンジまでの間が、開通済みとなっており、共用延長は 24.3km、全区間の約3割が共用済みである。薩摩広橋 IC から、 広瀬 IC まで、有川 IC から、野坂インターチェンジまでの間が自動車、専用道路として、事業中である。また、高尾のインターチェンジから、南九州西回り自動車道のアクネ、北 IC 付近までの間の、約9キロメートルが、アクネ高尾の道路として2016年度から事業化、されている。広瀬 IC から薩摩白屋 IC までの間は、計画路線となっている。 開通区間の最高速度は、指定最高速度である時速7 0トルである。キララ IC から中屋敷 IC までの区間にある紫、小山を貫く北札トンネルは、全長4 8 5 0ルであり、鹿児島県の道路トンネルとしては最長である。当該区間の開通により従来のルート経由で、キララ IC から高尾のインターチェンジまでの所要時間が25分で、あったものが、 開通後は9分に短縮され、掘り切り峠の陶器の交通規制も回避可能となっている。ありがとうございます。